教育、文化教育を。そうそうそう。で、当時関根さん、一年目の関根さんですよ。関根純三さんが、ヤマさんお前が下のやつの面倒見ろって言われたんですよ。うん、で、加藤博さんとか俺とかがこう順々に1年おきなんでね。うん、で、ヤマが教育係で、俺らは右も左も分かんないから、うん、ヤマさんにこうやってくっついていって、どこ行くのもこうやって二人してこうやって。本当に。じゃ、こんななっちゃった。教育はいいのか悪いのか、量でも量でもどこよ。例えばそばラーメン食いっかでもついてくる。そうそう、ちょこちょこちょこでこそだめますみたいな。でそこでね、先輩がお金を払うっていう勉強するわけですよ。あ、なるほど。まあ自然にな、そう自分払わなくていいんだと。そうそう、自分払わなくていいんだ。で、甘えるタイプだ。そこは、ね、たまにはとか言わないのね。言わない、あいつも言わないもん。先輩は先輩、いや先輩のプライドがなくなるわけじゃないですか、そこで。なるほどなるほど。いや、ごちそうになりますって言えば、わーって、今はできない。今しない。今お金ないからそんなことできない。割り勘ねってすぐ売っちゃう。俺もね、はい、あの最近というかこの 1,2 年コロナでやめたことあるの、はい、あの年功序列やめようって、はい、もう年俸序列にしよう。それがいい、それがいい。月収を発表しようと。いや、選手の時はいいですよ、プライドあるからね、うんうん、いくらだろうが、ね、まあ、でもそれでもまあそこそこもらってるじゃないですか。まあまあまあな、ね、もらってないっつったってもらってるわけですよ、うんうん、確かに。でその飯食う行くぐらいの金はありますよ。うん、そうだな、ね、うん、そこでケチることはないけど、ないけど今はケチります。おケチろ。本当だよな、あのそんなないもんな、みんなさ、あれさ、みんな勘違いしてんじゃない、あの野球選手でやめても金持ちだと思ってさ。今金ないっすよね。ないよ、びっくりするぐらいないよな。ないみんな持ってると思ってんだから。だから現役の時のやっぱりその最高年俸とか出るわけじゃないですか。出るな。だから何千とか何億とか出るわけですよ、うんうん、だからみんなもうそのあれにあね、知ってるから、うん、いやお金持ってるからいいじゃん。あ、もうそうそう、冗談じゃねえよな。だからさ、昔金持ってた時代に買ったさ、うん、あのビトンの財布とかをやめたのも。セカンドバッグ持ってるでしょ。でもセカンドバッグはいっぱい持ってた。高いやつだ。ね、ビトンとか俺らの時あのエトロとか流行った。エトロ流行ったな。俺エトロだけにしたもん。俺もそうなんですよ。このセカンドバッグとか、これからもその中にちっちゃいセカンドバッグとか、小銭入れ、財布な、全部エトロ、名刺、あの名刺全部エトロにした。そう、あれ流行ったんだよな。流行った。ほんで最初あのハンティングワールドはよ、ちょっと異質な人が使うんだよ。三浦勝義になっちゃった。軽いからいいけど、俺は持ってなかったですけど。エトロな、エトロ、あれいいですよ。新しい種はね、なんか白いけどちょっと油が塗るとちょっといい色になるのにね。すごくいい色になる。そう、茶抹茶色。でもあの20代であの色柄はちょっとね、似合わないだろうなっていう。でも1年使ったんだよ、誰でも似合うよ、レトロ。俺使ったもん。でも年取ったらあれいいっすよ。いいよ、だそういう時代だった。そう、そういう時代。セカンドバッグは必ず持ってた、ね、だ持ってこうプラプラな、そうプラプラとかこうやって小分けに抱えてね、おはようございます。えたつらお前はキラッ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 怪人かみたいな。そういう時代だったのを引きずってるから、みんな。あ、そう。だからたまに持っちゃってんじゃん。例えばロレックスの時計とかしちゃうと、この人持ってんだと思われるから、あのちゃんとあのヨドバシカメラで買ったりしてる。 G-SHOCK いいっすよね。いいよ。絶対時間狂わないし。一瞬考えたら、え、それが狂い出したんだよ。それで買ったんだ。でもあの頃はだからそうやって先輩からごちそうになったわけね。そうそうそう。で、誰を下は可愛がったの、健次郎は。石井和、まあ、監督とか。うん、伸び伸びしても怒られないからあんでいいんだろうな。相当怒られてますよ。怒られてんの、野村さんに。野村さんにもそうですね。あと先輩とかに。ただあのほら、若い時ってコントロールあんま良くなかったじゃないですか、うん、あっちこっちであっちこっちって、うん、球速かったけど、うん、コントロール悪いピッチャーは俺もそうだし、野村さんのターゲットだったんですよ、うん、めちゃくちゃ怒られましたもん。なんて怒るの、野村さんって。怒るとか、あの子こう、ほらーって言わないんですよ。おいおい、つってきて、お前なんであんな球投げたんやっていうところから始まるわけです、うん、で、どんな練習しとるんやとか、うん、お前どんな気持ちでやってんのかとか、うん、そういうの試合中に。いやいや、それ練習の時とか。練習の時に試合中怒られるのは古さんだけです。あれ本当怒られてたの。いや本当マジですよ、ガチ怒りですよ。監督が、野村監督怒ってる。だから古さんずっと立ってる映像とかあるもんね、今でも。巨人戦とかね、よく映ってましたもんね。だから野村さんが一番端っこいるじゃないですか、うん、でそのベンチがあって、そのノムさんに一番近いベンチのところに必ずフルさんだったんですよ。うん、もう決められたんだから、そこ、うん、そこはもう定位置なんですよ、うん、だからずっとこう言われるんですよ、うん、で時折やっぱりこう帰ってきてそのまま怒られることもあったんで。あったな、立ちっぱなしで、はい、それでもそれは俺たちの責任なんですよ、投げきれなかったから。で投げきれないで打たれてるのにフルさんがまず怒られて、その次のとかぐらいに俺は呼ばれて怒られるんです。
で俺は2時間平気で1時間2時間説教って当たり前だったんで、だから練習中止って何回かありましたよ。でコーチも言えないじゃないですか。言えないわな。監督早くしてくださいとか絶対言えないんですよ。でも2回ぐらい、お前ずっと聞いてんの、ずっとこうやって、はい、ゲージの上後ろで始まりから終わりまでコーチ来て、コーチ来てもちろんもちろん。だから練習中止って2回ぐらいありましたすごいな。すごいでしょ。すごい、本当にやんなのや。本当ですよ。そう、生活とかも言われて、何どういう生活してんのお前って、たまたま打たれたことがどうも残るんだな、うん、そう、生活から何から。そう、俺はこっちに投げれなかったんですよ、うん、最初。あ、そうなの。もう健次郎ってシュートだもん。あ、そう、それはでも晩年なんですよ。あ、そう、言ってみたらね、うん、だから97年ぐらい前までかはシュートなかったんで、うん、まっすぐだけだったんですよ、うん、まっすぐの甘いとこって打たれるじゃないですか、うん、そりゃそう、打たれやすいわな。でしょ。だから相当打たれたんですよ、うん、非本塁打を2年連続ぐらい取ってるんですよだからやばい、ちょっと今何気に自慢っぽかった。そう、いや、ある意味自慢ですよ隠れ記録みたいな堂々と、まあ、勝負はしてたな。そう、勝負はして、うん、でもやっぱり両親が働くわけですよ、ピッチャーってね、うん、当てちゃダメだって。あ、やっぱあるよな、絶対それなんですよ。あるある。だからちょっと甘くなるじゃん、うん、半分から1個ぐらい甘くなるんですよ、うん、インコースが、うん、でそれをバコンって全部持っていかれるから、うん、おいって来るわけですよ、ノブさんね。それは怒られますよって自分でも分かってんだ。分かってる。あ、投げきれないなって。どこでそれ克服できたの。いや、シュートです。あ、勝手に向くからな。そう、ある程度甘くてもこっち曲がるから安心感あるじゃないですか。あれなんでシュート覚えたのじゃん。どこ自分で。それもノムさん。あ、そう。ノムさんが90年、確かね、5年ぐらいから、うん、シュート投げろシュート投げろって言われてたんですよ。うん、で健次郎何年目ぐらいの時。7年目。あ、ちょうどいいくらいだな。もう体もできて。そう。で投げ方もちょっとシュート本来投げれそうな投げ方だもんな。いや、最初はそうでもなかった。そうでもなかったんですよね。でもまあ95年ぐらいですね。そうやって言われて、うん、言われたけど。俺2年間ぐらい聞いてなかったんですよ、全く。はいはいはいって言って PPE だったんですよ。で、なんでさ、理由があるの、ちゃんと。いいよ、聞きましょう。いや、真面目な理由は聞いてあげる。ちゃんと聞いて。ちゃんと聞く。ちゃんと聞いて。いや、ちゃんと聞くさ。で、あの、ストレートで三振を取るっていうのが、うん、俺の生きがいだったんですよ。なるほど。わかる。小さい頃からな。そうそう、わかるでしょ。俺らホームラン狙っていくっていう。一緒ですよ、うんうん。捨てらんないわな。絶対それだけは。捨てたくないじゃないですか、うん、ないない。まだスピードも出てたし。あ、分かる分かる。まあライト前で率稼ぎたいけど、それやっちゃ終わりみたいなとこあるわな。あるでしょ、なんか、うん、チームにはありがたいんだけど、個人になるよな。そうで、それは捨てたくないと、うん、で、あとは俺らの時代にそのシュートっていうのは肩肘痛めるっていうのがあったじゃないですか。 あった、言われてたね。だから、うん、投げるなってもちっちゃい頃から教育されてたわけですよ。例えばあのフォークがダメってメジャーがあんま投げなくなったと似たような匂いあったよな、はいはい、シュート投げる人はすぐ肘やるってそう。だからチェンジアップばっかりだったじゃないですか、うん、一時、ま、たあれと一緒ですよ、うん、だからそういうのがあってちょっと投げづらいなっていうのがあって、うん、2年間ぐらい、ね、はいっていうだけ、はいっていうだけで投げなかったんですよ。でそれ監督は言わないの、まだ投げんのかそれは言わない。あ、でも言わないけど、直接はおい、なんで投げんのかとは言わないけど、ちょい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 シュート投げろシュート投げろってビーティングの時言うんですよシュート投げるピッチャー出てこんのかみたいな。あ、誰とは言わないけど、言わないけど。俺だろ。こうやって、ね。確かにな。今で言うさ、原樹里なんかあれもシュート、あれ投げ切ったあれも普通に15勝すると思ってんのはなんか。原樹里君は一番期待してるピッチャーですけどね。俺もそうは。あいつ。あれもなんかあれ投げ切んねんだよ。やっぱり両親が多いんだろ。だから俺と一緒で多分ものすごい両親の塊なんですよ。いや、そこまで言えないわ君は。それはないわ、野獣は。そこもね、いろいろ理由がまあちょっといろいろこの話やいろいろあね話あるんで、うんうん、長いんですけど、うん、この話になるとね、で聞きたいね。でシュート投げるようになったのは97年なんですよ、うん、で97年になって試合でずっと投げてたけど誰も気づかないんですよ。気づいてくんない投げ出したのに曲がってんのに誰も気づいてくんないあれと思ってで監督ももちろんそんな投げてるっていうのは知ってるのかも分かんないけど、あれお前いい球だなって一回も言ったことはない言ってもくれないし、やっと投げれるようになったのにだってあの健次郎の曲がってるもんな、もう 目で分かれるぐらい。うん、でも何言ってくんないの、うん、言ってくんない知ってくんない、一回もそこは褒められたことも全くない。
でもということはさ、野村監督もさ、コーチに無理に放らせろって言わなかったんだろうな。あ、それは言ってないですよ。な、個人にこう言うだけで、向けて言うだけで、いつか誰か投げるやつが出てくんねえかなぐらいの体でしか多分言ってないと思うんですよ。なるほどなるほど。だからそれでコーチが言って、その選手も個性をなくしたくもなかったんだろうな、はい、すごいな。無理くり多分やらせることはしないんですよ、野村さんは。なるほど。自主性に任せるっていうか、うん、そういう感じの監督なんで、うん、で97年になって分かんない、誰も気づいてくれない。1年間1年間もう黒田さんはもう使えると思ってるわけでしょ、はい、でもね、そんなね、完成度高くなかったんですよ。うん、まあ、相手に対しては、あ、シュート覚えたぞみたいな聞くぐらいだったんかね、じゃキャッチャーからすれば。たまにほっときゃ、ちょっと気にしてくれんじゃねえかぐらいの球だったんだ。勝負球でいくわけじゃなかったんだ。とりあえず見せ球、とりあえず見せといて、あ、こんなんあるんだぐらいの球だったんですよ。うん、でも誰も気づいてくれないんで、しょうがないなと思って。で、98年にオープン戦で、ガンガンなんか面白いの詰まったんですよ。同じように投げてるのに。うん、あれと思って、これ使えるなと思って、うん、で、それからですよ、ブレイクしたのが。やっと。でも、それまで俺もシュート投げてるとか一切言ったこともないし、うん、分かってても、いや俺投げ方が悪いからナチュラルでやってるだけですって嘘ついてたけど、もう5月ぐらいからさすがにもう通用しなくなって、あ、シュートですって、いや初めてそこで言った。バレるよな。バレちゃう。さすがにあんだけ曲がってね、ガッチャンガッチャンやったらさすがに、いや、まっすぐですとは言えないじゃないですか。タイムももちろん、スコアラーもその先乗りが情報入れるし、はい、バッターも見るじゃん、うん、とシュートが曲がってくると、俺シュートは得意だったんだけど、うん、苦手なインコース苦手なやつが ほぼ9割なわけ、バッターって、うん、そうそうそう、そうするとさ、余計開くからどんどんなってくもんな。楽しかったろ、ピッチング楽しい。いや、ほんでね、あんだけ詰まってガチャーンつってバット折れて、はーって言いながら、その顔を見ながら走っていくわけじゃないですか、うん、走っていくじゃないですか、うん、それを見るのがすげえ楽しみだった。最低だなだから三振を捨てられたんですよ。だから捨てた時点でシュートが完成したんですよ。あ、執着がなくなってます。そうで、そのいつかあーっていうのを見ながらつって味方の爪落ちてるぞみたいなあれ楽しいっすよね。だから、いや、それ、まあ、そういうのもあるし、楽しみを三振から内野ゴロにシフトしたっていうのが大きいんですよ。それがまず一つ目、うん、で三振を捨てたでしょ、うん、であとはエコピッチだって俺だってね、